最近そうだよねって思ったことありますか？はい、こんばんは。小室ゆりの夜サプリ、あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、今週も30分間お付き合いください。ここからのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、男女コミュニケーション心理師、小室ゆりです。よろしくお願いします。この番組はあなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒しところ八雲庵、琉球食経、ゴルファーズプロファイリング提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りしております。10年ぶりに心理カウンセラーの講座を再受講しまして、いや、やっぱりね、10年前に学んで感じたこととか気づいたことと、10年経って感じたこと気づいたことって、なるほどそうだよねっていうことがたくさんあって、すごく楽しい2日間でした。まあ、その中でも今日ね、この後のコーナーで少しお話をしていこうと思うんですけれども、人間の欲って、ああこういうふうに分かれてるんだなっていうのはすごく納得したんですよ。欲って嫌なこととかダメなことみたいに思われてますけど、そもそも人が人として生まれてきた瞬間に備わっているものなので、否定してもしょうがないじゃんって素直に受け止めようよっていうことをこの2日間で改めて感じましたね。さて、これを聞いてくださっているそこのあなたは、そうだよねって思ったこと、この1週間ありましたか？ぜひ聞かせてください。それでは今週のコーナー紹介参ります。今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントは、小室ゆり的サプリ論、ラジオで聞くセミナーですね。今週は心理学の面から考えるセクシュアルカウンセリングのその後というものをお話ししていきたいと思います。個人情報をしっかりとお守りした上で、私がこれまでに聞いてきたセクシュアルカウンセリングを心理学の面から解説してみようかなと思います。毎月2週目は探偵サプリ、ご担当いただくのは MJ リサーチ総合探偵社現役探偵の若梅秀隆さんです。今月のテーマは、どうやったら探偵になれますか？いっぱいありそう、いっぱい聞かれそうだな、この質問。さ、楽しみにしておきましょう。そしてこのコーナーも健在です。占い癒しところ八雲庵オーナー萩原八雲先生監修による、あなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ。今週は新年度ですからね、新年度にしておきたいこと、何しちゃおっかな。番組では皆さんからのメール募集しております。番組への感想、リクエスト、教えてゆり先生のお悩みコーナー、こっそり送ってください。メールアドレスは info@friendvillage-c.com。 インフォメーションの info、 友達のフレンド、里のビレッジ -c.com です。メッセージお送りいただいた方の中から毎月1名様に七尾庵のいきなり団子をプレゼントしております。メッセージには必ずご住所、お名前、お電話番号を明記の上送信してください。なお、商品発送は到着をもって返させていただきます。たくさんの応援メッセージお待ちしております。小室ゆり的サプリ論、ラジオで聞くセミナー、小室ゆり的サプリ論。今日はですね、
セクシュアルカウンセリングを心理学という一面から見た、そんなお話をしていこうかなと思います。皆さんそれぞれにお悩みを持っていらっしゃるんですけれども、往々にしてパートナーにその話がまだできていないっていう方が、まあ、9%って言っても過言ではないかな。まあパートナーに話せないから私に話しに来るんですけれどもね、うん、でその中でこの4つの人間心理の基本的原点っていうののどこかが欠けてるなっていうのも感じるんです。この4つの原点ご紹介しますね。1つ目、ワンテッドチャイルド、日本語訳すると望まれた子供。これは存在意義の承認ですね。あなたは望まれて生まれてきた子供なのよという自分自身への承認、存在意義を確認するという意味だそうです。2つ目、マイチャイルド、私の子供ですね。これは所属欲求、もうちょっと言葉を変えるとエコひいきになります。これは君だけだよ、恋愛に例えるとあなただけしか見えないのっていうことになりますかね。3つ目、スキンシップ、肌と肌との触れ合いです。これは何も性的行為だけではなく、マッサージとか手をつなぐとか肩が触れるとか、こういうものもスキンシップに入りますよね。4つ目、フード、食です。で、なんで食が人間心理の原点の4つのうちの1つなの。食は必ず誰かから与えられるものなんです。よくよく考えてみると、その料理を自分で作っていたとしても、その食材はどこからか買ってきますよね。スーパーに置いてあった食材は誰かが作っていて、誰かが作ったその食材は地球の恩恵を受けて与えられている。このような人間心理の4つの原点、これは他者から与えられるものでもあり、自分で自分に与えるものでもある。この4つの原点のうちどこかが足りていないと、それが悩みになってセックスレスだったりとか、または不倫だったりとか浮気だったりとか、こういうところにお気持ちが向いてしまうのかなと思います。で、この4つの原点がそれぞれに満たされていると、様々なことに対応できる人間模様が作られていくんですね。じゃあこれらが満たされていないとどうなるか、こんなような傾向が出てきます。依存的、甘え的、または劣等感が強い。これら3つを総称すると、他人に対する支配っていうことになるんです。支配の仕方は上からこう物を言いつけるような支配的な言い方もあれば、今すぐ会いに来てくれなきゃ私死んじゃうっていうのもある意味支配ですよね。ベタベタする、常にメッセージのやり取りをしていないと不安だ、なりふり構わずまず自分の話をしてしまうとか、こういうさまざまな支配的な面がおそらくセックスにも現れてきているのかなと、クライアントさんのお話を聞いてて思うんですね。なので、クライアントさんとお話をしている中で、この4つのどこが足りないのかなっていうのを感じながらお話を聞いていくと、その方の問題のその向こう側にある本当は欲しかったもの、今求めているものっていうのが見えてくるなぁとカウンセリングをしていて思いますね。セックスのカウンセリングなんで、セックスできればいいって思ってお話に来られる方がまあ大多数なんですけれども、実はそのセックスをするというところの答えじゃないところに本当に求めている答えがあるということの方がほとんどです。はい、私この仕事10年やってて、セックスだけが答えじゃない、もちろんセックスが答えの時もあるんですけど、それって対処療法的な行動なので、
一瞬の痛みは取れるけれどもまた痛くなってくる。絆創膏を貼るみたいな感じですよね。さて、この心理学の三大の父と呼ばれている一人がフレデリック・パールズという方なんですけれども、この方の名言をご紹介します。解釈するな、でっち上げるな、頭で考えるな、感じろ、そして気づけ。そうなんです、一番大切なことは、カウンセラーもそうなんです、クライアントさんもそうなんです、感じてそこから気づくこと。あ、私本当はこういうことで悩んでいたんだなと気づいてもらうことが、クライアントさんへの本当に与えられるものなのかなと思ってセクシュアルカウンセリングを行っております。とはいえ、人になかなか言えないこのような相談を小室由里に話そうと思ってくださったことが、もう気づきの第一歩だと思うので、あとは二歩三歩一緒に歩んでいくお手伝いができればなと思ってます。もっと探偵を身近に、安心と信頼の探偵事務所 MJ リサーチ。浮気調査から人探しまで、ベテラン探偵の高い調査力をあなたに。詳しくは MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube からお願いします。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏。8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、合同心理学、 USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。 USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット、西光寺。境内を覆う大楠と凪の木は恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。 USP プロファイラーの押谷幸三とゴルファーズプロフェッサーの石渡俊彦がお送りするゴルファーズプロファイリング。この番組はゴルファーに自分らしく一生涯ゴルフを楽しんでいただくためのサポートを目的としたプロファイリング番組です。毎週日曜 AM11 時からFM ギリワンで放送中です。お聞きください。毎月2週目は探偵サプリ。 MJ リサーチ総合探偵社現役探偵の若海秀隆さんご登場です。今月のテーマは、どうやったら探偵になれますか。そんな簡単じゃないだろうね。それでは若梅さん、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。探偵サプリを担当する MJ リサーチ総合探偵社、調査歴20年現役探偵の若梅です。探偵サプリでは、気になる探偵事情や男女問題に関わる調査事例などをお話しさせていただいております。今回は MJ リサーチ公式 YouTube からの質問で、探偵ってどうやったらなれるの、練習はするんですか、との質問にお答えしたいと思います。まあ、この質問は本当に多くてですね、私も探偵やってみたいってよく言われるんですけれども、まあ、では実際に探偵になるにはどうするのかと。まあ、実はですね、誰でも簡単に探偵になれるんです。まあ、探偵業はですね、資格制度でなく、公安委員会の監督下に置かれた届出制になっております。ですから届出を出せば、経験がなかったとしても誰でも探偵業を開業することができます。ですが、探偵の届出を出して、明日から探偵だと言っても、
まあ、急に尾行や張り込みっていうのができるものではなく、まあ、またそんな探偵に、まあ、依頼するような人もいませんよね。まあ、では探偵業務といわれる聞き込み、張り込み、尾行はどのように習得していくのかと、まあ、中にはですね、探偵学校なんていうのもありますけれども、まあ、探偵学校では座学やテキストなんかに従って教えてもらい、まあ、簡単な尾行や撮影の経験を積んでいくぐらいになりますので、まあ、実際探偵学校出たからってすぐに調査、実際に現場に出て依頼が取れるというわけでもありません。で、実際の調査は、まあ、そんな簡単にできるものではないので、まあ、MJ リサーチでは、まあ、新人調査員や、まあ、現役の調査員でも尾行のスキルを上げるために尾行訓練を行っております。尾行訓練では張り込みの仕方や、また張り込み先の選定、歩きや車での尾行、決定的な証拠を撮るための写真撮影など、まあ、その調査員のレベルに合わせた模擬尾行を行っていきます。まあ、さらにレベルが上がりますと、まあ、バイクを使用したバイクの尾行訓練なんかもあります。まあ、訓練ではまず車での張り込み、尾行を覚えて、まあ、無線を使いながら複数台の調査車両で尾行していきます。まあ、気づかれないように走行中に車両をこう入れ替えたりとか、まあ、途中で1台だけ路上駐車やルートを変えて調査車両の入れ替えなんかを行っていきます。まあ、この入れ替えが難しくてですね、慣れてない人には全くできないなんてこともあります。また車両追尾だけなく歩きの対象を追うためには徒歩尾行の訓練もあります。まあ、歩きではチームを組んでですね、車の車両移動、まあ、車をついてこさせて、でその車の車両移動と連携しながら気づかれないように歩きの尾行をしてきます。まあ、人混みの中とか、あと電車、あとエレベーターなんかもやっぱり尾行をさせて、まあ、実際の調査現場で慌てないようにですね、しっかり終えるよう訓練で経験を積ませます。まあ、実際の調査は車を、まあ、対象が動いてて路中、また駐車して歩きに変わったりと、あと歩いてて路上でタクシーなんかも乗られることもありますので、まあ、実際の現場を想定した総合訓練で、まあ、最終的に探偵としてのスキルをしっかりつけていきます。やはりこの訓練は本当厳しい指導なんかがありますので、まあ、中にはもう厳しくて諦めてやめてしまうような人もいます。まあ、このように探偵となるにはまあ非常に厳しい訓練を受け、まあ、実際のまあ調査現場に出てやっと現役の探偵調査員になっていきます。まあ、MJ リサーチ公式 YouTube ではまあ、新人調査員の訓練動画も公開してますので、まあ、探偵に興味のある方はぜひご覧になってください。まあ、今回は探偵ってどうやったらなれるの、練習はするんですかの質問に答えてみました。調査依頼またはご相談は MJ リサーチで検索、また MJ リサーチ公式 YouTube もご覧になってください。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。ほらね、見たことか、そんな簡単じゃないんだよ、あれと似てるなって思ったんですよね。AV 男優さんになりたいんですって、そんな簡単じゃねえわっていう、それとちょっと似てるなと個人的には思っておりました。この訓練の動画拝見したんですけど、こんな細かいところまで配慮してるんだっていうことが分かって、逆に心配になったのが、これだけ張り詰めてるお仕事をしていたらテストステロン出まくってあと大変なんじゃないかなということでした。気になった方はぜひ MJ リサーチ総合探偵社の YouTube チャンネルご覧ください。若梅さん、ありがとうございました。ベテラン探偵の高い調査力を適正な価格で提供します。弁護士や夫婦問題カウンセラーへのご紹介でアフターフォローも万全です。まずはお気軽にご相談ください。インターネット検索は MJ リサーチ探偵でお願いいたします。また MJ リサーチ総合探偵社が管理運営する YouTube チャンネルもご覧ください。踊れ踊れ私の占いさ
ブリDMM オンラインサロンが大人気です。占い癒しところ薬務庵オーナー萩原薬務先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ、今週も十二星座で占います。新年度4月だからしておきたいこと、さあ何しようかな。それではセクシーにやっちゃうぞ。おひつじ座、週末のあなたはスーパーラッキー。でもお友達のアドバイスには耳を傾けて。優しいあなたが大好きよ。おうし座、週末は出会いがたくさんありそうよ。お部屋に引きこもっているなんてもったいない。双子座、ねえ、自分の気持ちはっきり伝えてる？いつまでも待ってるだなんて思わないでよね。ガニ座、もう薄着の季節ね。そろそろ筋トレしないと。鍛え上げられたボディにそっと触りたいの。獅子座、春抜けのアイテム準備してる？宜野湾の街を新しいリュックで歩きたいの。乙女座、大和市で少人数の飲み会がおすすめよ。解散した後はあなたと二人きりでもう一軒行っちゃいたいの。天秤座、神戸に行くと懐かしい人との再会がありそう。忘れかけていた恋心燃え上がっちゃうかも。サソリ座、歯ブラシを新しくすると開運につながるわ。もちろん私の分も準備しておいてね。いて座、彫刻を見に京都の美術館に行きましょうよ。芸術に触れた後は私のアートなボディラインも触れてみてね。ヤギ座、アフターファイブに習い事を始めてみない？夜のベッドでも新しいこと教えてほしいな。水亀座、熱海の温泉街に出かけましょう。浴衣の私はちょっとだけエッチよ。魚座、久しぶりにチャタンにデート行きましょう。一日中あなたと恋人つなぎしていたいの。占い癒しところ薬務庵オーナー萩原薬務先生の鑑定にご興味のある方は、占い、タロット、薬務、漢数字の8に空の雲。今週の占い執筆ご担当は萩原薬務先生でした。薬務先生、今週は案外さらっとでしたね。ありがとうございました。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ、そろそろエンディングのお時間となりました。今週もご視聴ありがとうございました。来週は3週目ですね。このコーナーです、女風サプリ。ご担当いただくのは名古屋の女風セラピスト、ゆずきさんです。ゆずきさんからは、女性の気持ちいいってどういうこと？ちょっと深そうなお話ですね。楽しみに待っていましょう。そして女性の気持ちいいこと、もうちょっと具体的に聞きたいなと思ったそこのあなたは、24時間プロのカウンセラーに電話相談ができます。エキサイトお悩み相談室へどうぞ。私小室ゆりもオフィシャルのカウンセラーとして待機しております。お申し込みお問い合わせはインターネット検索
エキサイト、お悩み相談でお願いいたします。そしてこの番組はもう聞いてくれているよね。土曜の朝の始まりラジオ、キス FM 神戸、 BNI 神戸東プレゼンツ、エキスパートボイス。土曜日の朝7時から10分間、マーケティングチーム BNI 神戸東のメンバーをゲストにお迎えして、エキスパートなビジネスのお話を伺っております。こちら番組ブログも担当しております。ぜひ読んでくださいね。ここまでのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション心理師、小室ゆりと、あなたの強みを発見するUSP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒しところ薬務庵、琉球食系、ゴルファーズプロファイリングの提供でお届けいたしました。この後はうまくでやなわらばーな園芸集団FEC オフィス所属のお笑い芸人さんが、笑いやしゃべりを極めて FM ギノワンの人気番組を目指します。 FEC チューンド、水曜日の担当は日賀亮人さんと淵赤海里さんのコンビ、デコボコトラベリングのビッグスモールです。最後に、あなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。変えるにはリスクが伴う、変えなければもっと大きなリスクが伴う。アメリカの宇宙飛行士ジョン・ヤングの名言です。変える、変わるって怖いことですよね。でもそこにとどまり続けることこそ一番怖いことなんだなと思います。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。あなたがいてくれたから、あの日私は生まれた。この想い届けたくて、あなたにいてほしいから、大きな声じゃ言えないけれど、これからも私らしく、ああ私からあなたへありがとう。この想い恩返し。引き返せないところまで、あなたがいてくれたから、あの日私は生まれた。この想い届けたくて、あなたにいてほしいから、大きな声じゃ言えないけれど、これからも私らしく、ああ私からあなたへありがとう。